はい、ミニゴルファー雪村です。今日もみんなでゴルフ、トーナメントに参加していきたいなと思います。はい、4アンダーをですね2回取ることができまして、順位を7000位ぐらいまで上げることができているのが今の状況なんですけども、3回目の4アンダーを目指してトライしたいと思います。まず最初のホールですね、1打目。今回のこのトーナメントはですね、一番難しいのは、この最初のホールの1打目ですね。ここをしっかりとフェアウェイに乗せることが、まず一つ目に難しいことです。で、フェアウェイの、今回このあたりでしたけど、まで乗せておけば、あとは、なんとなく風の方向等を読んで、打っていけばですね、ピンの周りに乗ることができます。ここも強く打ちすぎないことですね。そこだけ気をつけておけば、多少手前で落ちたとしても、そんなに難しいラインが残らないという感じです。それ。はい、ちょっとこれもショートしちゃいましたが、残り 4.8 メーター。だいたい5メーター以内に残れば、こんなに難しいラインが残らないで、パットができるというのが、なんとなくの、私の感覚です。ので、これでバーディー取れましたけども、一番最初にフェアウェイにしっかりと乗せるということが、まずこの1番ホール、このミドルホールの攻略かなと思います。難しいのはですね、今回のトーナメントで難しいのは、この最初の1打目のフェアウェイの1と2番目のロングホールの1打目及び2打目ですね。ここがクリアできれば、あとは3番ホールはもうそんなに難しくありませんのでね、1番ホール、2番ホールをしっかりバーディー、イーグルで上がることが4アンダーにつながるという感じかなという手応えです。今、上がっている方でもほとんどがバーディー取れてます。ボーナスポイントを見ても、そうですね、3000台前半ぐらいでバーディーということは、多分そこそこのパットが残っていた状態で、ロングパットを沈めてのバーディーという方が多いんじゃないかなという感じです。はい、では、問題のロングホールに向かいましょう。とにかく1打目ですね。風の向きを考えながら、この狭いフェアウェイのどこかに落としていかなきゃいけないんですけど、今回向かい風ですね。ちょい左ぐらいで、はい。当たりたいと思います。これ本当に、最初のバウンドで思いもよらない方向にキックしますので、はい。この辺に落ちると、大体右に流れていってのフェアウェイ真ん中あたりで止まると。いい感じですね。はい、もうこんな感じでもう十分です。もう飛距離はもうなんともならないのでね、このくらいで十分です。ちょっとつま先下がりですけども、それを計算してちょっと右で、はい。で、12ヤード落ちていて、向かい風ということを計算すると、ちょっと弱めにしますね。はい。こんな感じで打ってみました。おそらく届かないんですけども、はい。バウンドして、いいところに来ましたね。はい。感じで 2.9 メーターの残りです。もうこうなればですね、そんなに難しいラインが来らないということで、はい。こんなぐらいですかね。ちょいか。でちょっと強めに私はいつも打つんですけど、はい、これでイーグルの、イーグルいただきです。はい、やはり1打目をしっかりとフェアウェイに落とす。そして2打目も無理せず、ちょっと弱めぐらいの感じで打つんですね。それを守っていけば、バーディーイーグル。という感じで、2ホール、クリアすることができるという感じです
ね。でもうここまで来れば最後のホールは、バーディーを取るのが一番簡単なコースかなと私は思いますので、一番最初はこのショートホール鬼門かなと思ったんですけど、意外に何回かやっていくとショートホールはサービスホールじゃないかなっていう感じなんです。これまた雨だったら話は別なんでしょうけどね、これ晴れなので、あとはもう距離感と、ちょっと弱めな感じ。でもまあほぼほぼ旗と同じぐらいのパワーで私はいつも打っています。はい。なので、向かい風だったら多少強め、追い風だったら多少弱めみたいな感じで行くと、はい、こんな感じですね。1.7m。これも、まあ、ほぼほぼ、ちょっと下りなんですね。こうやって見ると。はい。ちょっと下りなので、大きめにとって、はい、バーディーゲットです。これで、4アンダーなんですけども、問題はポイントなんですよね。今のところ14,184。1位で終わることができれば、いいんですけども、安倍晋三さんという方ですね。すごい名前つけられますよね。安倍晋三さんという方が、おそらくこれがバーディーパットだと思うんですが、このバーディーパットが入れば、おそらく安倍晋三さんが1位。お、しかもくるくるですね。入りましたね。おめでとうございます。さあ、ここで安倍晋三さんが、1位になって、私が2位通過ということになりまして、ポイントが、15,474。2位のポイントが入ってもでしょう。2位のポイントが入って760ポイントが入り16,234ですね。はい。ということで、これで4アンダー3個目になりますので、またスコアが順位が上がりましたね。お、5000位を切ってきました。はい。順位が2895上昇の4143位。これが12アンダー 51,106 ポイントの状態での、ランキング、現在のランキングということですね。まだ3日ありますので、余談は許しませんが、やはり12アンダーはを取っておけば間違いなく1万切りは達成できそうです。ボーナスポイントをもっともっと稼げば、ひょっとしたら3000位以内だって夢ではないのかなという感じですね。引き続きあと残り3日間頑張っていきます。また報告します。木村でした。